チャンピオンズファイナルをする理由ができてしまいましてね。まあもちろんこのロイキン TV もそうなんですけど、プスカ氏がほんわかにいますんでね。はい。まあちょっとそっちも、なんとか間に合わせたい。いや、これな、月刊サラー選べたらよかったのにな、ほんまに。ね。このデイビッド使いたいんですよ。これ。これ、ロナウド男。これも実質ロナウドなんで。ブラジルのホームね。じゃあちょっと845開けるか。いきま、はい。TOTW。永久期間です。エルダー終盤。フレッチー。まあまあまあ。なんだ？え？コスコスパーティー！なぜ？なぜは？はい。まあ、ダブルイッチ。ダブルボトリッチ。当てよう。ラウタロ。ラウタロですか。ブルーノー。まあいいでしょう。おーほー！いや、もうええ。ネスタいいって！ネスタいいってだから！アルティメットパック。お！アメリカ、アメリカ？ん？金ラベル！さりぎー！まだ出てきたい？55でトラッパーとトリベーラ。右引き。使っていきましょう。多分ね、8万、9万ぐらい。もうちょっと安く出ませんかね。こうやと、こうやと。これで、まあ、ペース99、蹴ってる99と。で、しかも、まあ、機能使った弾島と違って、パワーシュートがないんですけど、55と。どうでしょうね。まあ、ちょっとね、ペースが懸念ですけどね。まあ、守備はね、文句なしなんですけど。ちょっとペースが懸念じゃ。あと、このプレイスタイルプラスの意味のなさ。これマジなんやねん。デイビッド55なんで、いいか別にこれで。よし。グリマルド結構見るな。おう、おう。ナイスでした。三笘ナイス。おいおいおい、なんで僕みたいにセイドルフ7万やけど当たりやと思ってる人もいるわけだから、使えば言いますよ。ワオ。お、早い。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 おー、素晴らしい。ひたすら早かった、今。あぶねー。ああいうとこ、あれやけどな。ほい。ほい。はい、ナイス。もう完全にこれ45分です。今来たら何勝ですか？確かに。消してたわ。ほい。はい。あ、そっか、トリベーラや、そういえば。ほい。いやー、逆語。ついに、完了したぞ。一つ目のエボがね、テクドリついた。イエーイ。エボルーションを、また始めよう。イエーイ。おー、リバプールや。いいっすね。お皿よ。買ってる。これ、今めちゃくちゃうまかった。まず香りが良かった。いいよ、ネスター。デイビッツ。おー、惜しい。おい、ミートマジック、素晴らしい。はい。テクドリと、まあ、はい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 。
はい、ネスタ頑張ってるよ。はい、デイビッド、はい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 、いいね。このポリタードは別に進化してないですよね。 CF は大変じゃ。なんでショーラッキー。うわー、なんでそっちのバストに強いね。おら、うん、あーやばい、いらんことした。うまっなんでそんなループうまいの。ほいほい、はい、いいシュート。そうなの、はい、なんでやねん。あ、漢字バストーニ、あ、フェリックスよ。ネスタ頑張れ、ネスタ。あぶねー。え、嘘。おい、そやろお前。よーし、今のはいいね。いやー、しまったな。打つとこまでいけばよかったかも。うわー、やっぱそういう負けとかのタイミングで変えるのがあり。なんか最近壁流行ってんの？RPP はあくまであれ3コーチなんだよ。頑張れ、よし。あれ、今の止めてくれればまあ普通にいいセンターバックですよね。ほいほいほい、あ、いい、素晴らしい。はい、え、僕さっきから結構タックルがさ激しくてさ、相手が倒れてくれなくてラッキーみたいなことあんねんけど。ナイス、やっぱ予測はさすがやなと。やっべ、人少なすぎる。うそーん、今のわかんねんな。おほほほほ、地味な PK 地味ー。あ、でもネスタね、あのちょっとだけ足が遅いことを除けば普通にいいよ。やっぱ瞬速単体だと抜ききれないが、その分こっからいくらでもできますよ。シュートフェイント2回やるからいける。おら、よし。あんま仕事してへんと思ったらハッとしてたわ。ごめん、デイビッド。ちょっとこいつしん、うまっ。おほー、あー、でもデイビッドも良かったね。ハンターもフィニッシャーもどっちも。でも、ハンターでいいかな。あんまり変わらんかった。しっかりやっぱシンプルにゴーゴートラッパーが強くて、前に進んで、シュート打って、ね、ゴーゴーで、左でも打てるし、使いやすいね。まあ、9万。ちょっと高いですけどね。まあでもいいんじゃないですか。あと、ネスタが案外頑張ってたね。やっぱ、この辺のこの白がしっかりついているがゆえに、まあ、割と、あの、頭いい感じもあったかな。ただちょっと足が遅い。83ぐらい欲しい。うん。明日終わらせるか頑張って。見ててください。いきます。ん？まあやっぱカシアンはでもレッツ高いからね。はい。ロナウド見してよ、2回目。じゃあロナウド引いたことない僕。ん？マネ使うか。まあパワーシュート持ってて瞬速非常にわかりやすいんで、
まあ最初はでも、あ、でもまあ江藤と同じ感じかもしれないで、一回ちょっとフィニッシャーにしますね。で、チュアメニは一回ちょっとまた CM で使うわ。リベリー、いけ、マネ、ドーン。1対1でパワーシュート、これしかできへん僕。来た、おい、ドーン。やっぱでも動かしやすいな。ドーン。いいよ。わーおわーおわー、これサンバみたいになんか決めてんじゃん。見た、サンバがなんか決めてる映像。スイッ、うん、しゃーちゃん、えらい、えらい、はい、挨拶が。出てこんかったー、マジか、今の出てくるやろ。おい、はいはいはい、やっぱ勝たれ、ほほーほー、南野、おお、よし行くぞー。はいはい、おい、はい、今だ南野なかったらマジで、ほらホームラン、はい、クンデレンチ、クンデレンチ、安定してますね。まあでもダンジュマ型の選手のね、超上位互換みたいな感じなのかな。いいですよ、寝よっか。選手もいっぱい使いまして、もうね、今週がラスト三次待機ウィークなんです。マジで。4月1日から、ちょうど来週から、二次待機が始まるんですよ。この1日1日を、果たして噛み締める必要があるのかと。いや、そんな必要ないでしょと。寝ます。肌にも悪いし。まあ、たまたま来てるから寝るけどね。今日は、あの和菓子がやってくるよ。見ましょうか。確約はヒーローなんじゃないかなと思うんですけどね。アルティメットマスターデイリングやっぱりやろうよ、まず。12回目。はい。あと4回。87プラスアンコールヒーロー戦士ピック。87以上の UCL、UWCL、またはファンタジーヒーロー戦士3名のうち1名を獲得しよう。まあ、これぐらいで、だろうなとは思いましたね。はい。おー、たっかーん。まあ、たっかーん。ただこんなもんか。87? 全部やん。逆に86の UCL、ビーズリーだ。ビーズリーだ。ビーズリーだけいじめられてるわ、ほんまに。おはぎ。お、高精度セッターおはぎ。ゴーゴーおはぎ。おー、ザトップしたおはぎじゃないですか。なんかディバラ強化版みたいなおはぎしてんね。あ、いいんじゃないですか、まあ。ペースも90あるし、全体的に90あるんで、使いやすそうやし、
まあ割となんでも。ちょっとね、おはぎもともとベースの時とか、なんか、なんていうんかな、ちょっと動きがぎこちないところがあるんで。まあ多分レンタルもあると思うんでね。使いたいっすね。あ、でもそんな高くないな。5、60万ぐらいなんちゃう？わからんけど。結構いいかもしれん。何？なんだか滑らかそうなエボ着てます。何その滑らかだのなんだのみたいな。え？何が着てるんですか？そんな肌触りがどうとかって。別に肌触りも良くないやろ、そんなんです。なくないですね。シルキーセンターハーフ！スキルムーブと逆足が5つ星のダイナミックなセンターバックとプレイスタイルの新たな報酬2つを獲得して、バックラインに革命を起こしましょう。ほう。トリッカーとブロックプラスが作って、ペースプラ3、シュートプラ1、パスプラ4、ドリブルプラ5、守備プラ3、フィジカルプラ3。おー、いいね、結構。で、レートが最大86、ペースが84、フィジカル86。CDM 対象外。誰がいいんやろ。あー、それこそ、ウムテティか。プラスがある選手だと誰がいいんやろな。誰もおらんで。エトー来てんちゃう、ミニリリース。あ、ウゴさんや。ラーシャーン。あ、でも、迅速パワーシュートは、いいよ。ああ、いいね。同じタイプのダンジョバに比べても明らかにペースもドリブルも一段上なんで、素晴らしいっすね。ラーション54、55ちゃうんかい。またループやん。ヘーゲルベルグ、お、ついに来た。ついに来ましたよ。176センチエアリアルプラス。まあ、パワーシュートは嬉しいと。ドリブルはぼちぼちですね。わお！ロブタツムキムキマッチョマンか。そこまで突き抜けてはないけど悪くはないカードって感じかな。まあでもチュアメニっぽいね。まあ結構安そう。マクレズは当然55になっていて、テクドリとトラッパー。はいはいはい。まあでも使いやすそう、これも。ラリンって人初めて知った。45。マショルカなんや。パワーシュートとエアリアル。ジャンプ95。レドキンがいけるわ。シルディリア、カルル、エルモソ、ウムティティ、ティンバー、デティオテブブラン、ウィンターのタプソバ。まあシンプル強化、逆足5になって、まあ悪くはないっすね。おー。確かに普通にサイドバックでも使えちゃうような感じやな。これもしかして冷静さ爆上がりするのこれ。よう持ってるやんね、今。まあでも予測ブロックはでかい。ただまあプレイスタイル、自体が少ないんであれですけどね。悪くないと思いますけど。トップ下とセンターバックできんの？すげえな。アルティメットバースデーアイコン獲得パック！また来てるやん。97%100% やん。やります。見ててください。いきます。はい。これバチ全然あるよってか。ありとあらゆる可能性が。はい。オランダ、オランダ ?ST?ST? ダンジュマン。まあ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 、ダンジュマからの、サラ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 。ヘーゲルベルグー！めちゃくちゃ来そう、確かに。あれ？いきます。いきます。せーの。はい。あれ？あ。行きましょうか。ヒーローピックタイム突入。はい、もう普通に左から見てるからな。さあ行くぞ。1枚目。はい。2枚目。はい。3枚目。せーの。はい。なんでこれちょっと、なんだこの UCL ヒーローの中でも勇士たちは。なんじゃこれ。さあ、僕とは違ってね、ネスタ以外引いてくださいよ。お願いしますよ、ほんまに。え、これネスタちゃんこれ。え、誰これ。ああ、今日来た人や。ラインデルス。なるほどね。さあ、ここですよ。おー、ロイキンだ！いいなぁ、初めて見た僕ロイケン。ちなみに一番右に眠ってる可能性もあるよ。
ほら苦労ぜ。ディスクばっかり考えて見ててください。いきます。はい、こういうことやから。ん、最後にあれ見よう。最後にあの女子バルサの結果見よう。まあ多分あれやろな、クラシコやからさ、まあ女子バルサ強いって言っても多分2対1とかなんちゃう。多分 3-0、 しっかり 3-0。 シュート19対2、支配率 73%。 うん、ほんでなんでか分からんけどロルフォ点取ってます。点取るは関係なくロルフォはもう出たんで、はい、確定です。プラス4やりましたわね。こっからプラス1よ。スタミナは90でしょうね。いやー、これでコントロールドリブル99とかになったら終わりやな。まあ別にもともともうすでに終わってんねんけど、プラス1やってさ、シュートも90取っちゃうよ。フィジカルついでに90乗っけてくれへんからもうこれな。